どうも、トムヤンテニスチャンネルのトムヤンです。チビナダルです。はい、今回はチビナダルと練習方法を説明していきたいと思います。まあ、ラリーの中での練習になるんですが、攻めと守りのラリーをしていきたいと思います。今回はチビナダルが攻めになります。攻める役、僕が、守る役になります。チビナダルは基本的にはもうフラット系で高い打点、フラット系でボールパン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 打ってくるんで、僕はそれをしっかりスピンをかけて深いところにしのいでいくという練習をやっていきます。こうすることによって試合中の打たれた時の返球だったりとか、チビナダルの方でしたらチャンスボールをしっかり高い打点で取っていく練習になるので、お互いが練習になるんでね。はい、皆さんもやってもらいたいなと思って、動画を上げさせてもらいます。ではやっていきましょう。はい、メニューで僕守りの方をやったんですが、守る時の、まあ、僕が気をつけてる点なんですが、やっぱり攻められてるんで、高い打点で打たれてるんで、体重が よく乗ってボールに伸びがあるんで、まずできるだけしっかり返したいので、高さを出して返したいので、なぜ高さを出すかというと、高さを出した方が距離が出やすいので、相手の深いところにボールを返球することができるので、次攻められにくくなります。ですので、攻められてる分ちょっと体重を後ろ気味にして、ラケットを上方向に振るように僕は気をつけてディフェンスしていきます。こういう状態です。こういう状態。じゃあ打点、弾道が高くなって高いところに返球できるようになるんで、まあ、別に低く体勢入ってもう一回攻め直すっていうのもあるんですけど、今回のメニューはディフェンスなので、後ろの体重ぐーっと乗せてもらって、そこから上にラケットをしっかり振り上げる、こう上に持ち上げるんではなくて、回転をかけてしっかり振り上げるっていうことを意識してもらうと、ラケットがこっちに出るんで弾道が高くなって深いところにボールを返球するっていうのを意識して、常にそれを意識して練習してます。低い弾道で来てるのに、高いところから低く来てるのに、それをまた低く返してしまうとネットしたりとか、もし入ったとしても、相手のコートの中に入ったとしても浅いボールになってしまうんで、また叩かれてしまったりとかするので、しっかり高い弾道で時間を稼いで、ボールをしっかり高い弾道で上げることによって、次自分が構える時間とかも作れるようになるんで、これを低いボールで返してしまう、それもまあディフェンスにはなるんですが、返してしまうと自分が構えてる間に次相手に打たれてしまったりとかするので、まずしっかり時間を稼ぐためにも高い弾道、そして深いところを狙って、次相手に打ちにくいボールを、自分が打っていくっていうのを気をつけて練習してもらえれば、ディフェンスの練習になるかなと思いますので、はい、これちょっと気をつけて、後ろに体重乗せて上にラケット振り上げるようなイメージで、ディフェンスしてみてください。あっ、
ですよ。今回は僕が攻めで、チビナダルが守る方ですね、ディフェンスの方をやったんですが、攻める方のコツとしてはやっぱり打点が高いところで取りたいので、ラケットの面当たるのはこういうイメージで当ててもらった方がいいかなと思います。まっすぐだとどっちかというと打ち負けて上飛んでいきやすくなってくるんで、かぶせるようなイメージで全然いいですね。高い打点で取ってる分ネットより高い位置で取ってますから、このまま下がっていってもボールは飛んでくれるんで、ただボールをパンパン弾くっていう感覚よりは、右肩をしっかり押さえるような感覚でぐーっと押し込んでもらった方が狙いやすいかなと思います。パンパン弾いてしまうと、弾いた時にガッと巻きやすくなってくるんで、しっかり肩から押さえに行くようなイメージでぐーっとチャンスボール打ち込んでもらえたらいいかなと思います。で、これ練習しながらちょっと判断なんですけど、全部のボールを打ち込んだらいいっていうもんでもないので判断です。例えば僕だったらここの高さは打ち込みやすいんですが、同じ高い打点でもこことかね、ここって肩の筋肉むちゃくちゃ使うんで結構難しくなってくるんですよ。でラケットを下から出やすくなってくるんで、まあ上から入れば問題はないんですけど、難しいショットではあるので、ああこれちょっと自信のない高さで取ってしまうなっていう場合はちょっと落としてしまうと思うので、そういう時はしっかり高い位置での返球っていうのも覚えてください。打ち込むんではなくてしっかり回転をかけて返球してもらうっていうことを覚えてください。 100% バーンって打つんではなく、ちょっと力を抑えてしっかりとした返球、強気のある強い気持ちでの返球をお願いします。ただ単に返すだとその1球もったいなくなってしまうので、それも練習だと思って、何でもかんでも打つんではなくて、高さに応じた自分の得意な力加減で打ってもらえたらいいかなと思いますので、まあ、極力は自分の一番力の入る高い打点で打つのがいいんですが、そこまでいけない時ありますよね。時間が足りないとか、次打ったのにちょっと深いボールが入ってきて高いところで取らないといけないとか、そういうボールをって打つと変な形で覚えてしまったりとかするんで、そういう場合は一回しっかり返してから次のボールまたしっかり高い打点、自分の得意な打点で打てるように練習してください。はい、だから一回一回しっかり判断して、全球打ち込むんじゃなくて一球一球大切に判断をしながら練習してください。気持ちわかるよ。
ありがとうございました。ありがとうございました。はい、攻めと守りの、あ、ごめんなさい。ごめんなさい。はい、攻めと守りの、ラリーをしていき、ま、いきました。はい。はい。なんか、コツみたいなのありました？そうです。気にしてるみたいな。僕は、攻めるときは、やっぱ打点が高いんで、うん、いかにその、高い打点と、しっかり前で捉えるかっていうのを意識して、攻めてて、で、逆に守りのときは、もうボールに負けないように、とりあえず後ろ体重に若干なるんですけど、やっぱり前で取ることは意識してます。あ、そうやね。はい。基本は前やね。基本的には。はい。そうですね、攻めの時ですね、はい、フォアでクロス打つ時、はい、ちょっと抜けるのあるんですよ。そうですよ ね逆クロスは結構抜けるっていうのが、まあ、すごく明確に、あの、振り遅れたらただ単にボールが飛んでいくっていうのが多いんですけど、クロスの場合、はい、打点前なのにボールが飛んでしまうっていう現象が、まあ、やってもらったら分かると思うんですけど、かなり多いので、そこをしっかり抑えられるように練習してもらえたら、クロスへの、打ち込み、はい、っていうのも自信ついてくると思うんで、なんか打ち込みイコール逆クロスみたいなね、結構イメージってテニスあると思うんですけど、クロスの打ち込みもしっかり覚えてもらえれば、はい、この練習してもらえれば自信つくと思うんで、はい、僕も最初の方めっちゃ飛んでたんですよねあれ、俺こんなにフォアのクロス打てなかったっけなと思いながらでもやるたんびにやっぱり感覚で抑える感覚が分かってくるので、ラケットの面の抑え方だったりとか、打点ちょっと後ろすぎないかなとか、もうちょっと前にしてみようかなとか、いろいろな工夫を加えて、攻める方も守る方も練習してもらえたらいいかなと、はい、なんかね、こう10分とか決めて、はい、途方にパン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 打ってるだけでも、あの、あんまり意味はないよね。しっかり明確にしてやる、そうだね、こういうの。何か一球一球ミスしたら反省して、そこの、はい、改善していって練習してもらえれば、10分がものすごく濃い10分になると思うので、はい、こういう練習メニューは皆さんにお伝えしますので、そこの中で皆さん一つ一つ改善しながら練習してみてください。はい、はい、では。